これかな。ちゃうわ、これか。違うかい、これ。違う、あ、まさかこれか。マジで充電端子の見分けがつかねえ。いつまで経っても覚えられない自分に呆れてしまう。そんな方に超おすすめな商品ご紹介します。もう時間がもったいない。例えばですね、見た瞬間はこれ。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。以前ですね、紹介しましたこちら、電源タップ。めちゃくちゃついておりますね。大活用しておりますよ。ただこちら、デメリットもありましてですね、たくさんつけれるのはいいことなんですけども、電源の端子がなかなか見つかりづらい。こちらの3つがですね、主な端子なんですけども。はい、おそらくですね、どの端子も見たことがあるかと思います。監督、白が好きなもんでですね、全部白だから、もう手に取ってね、実際にその肉眼で見なければわからないというですね、大きな問題が発生しました。考えました。名札シールをつければいいんじゃない。でもさ、ダサくね。うん、ダサいよ。まあ、名札シールもですね、それをまず見なければならないから、もう瞬時にね、もう見た瞬間バーンって出て、見た瞬間あ、これみたいな、これみたいな、もう時間がもったいない。例えばですね、1個を探すのに10秒かかったとしましょう。それがね、1日にね、3回やってみてください。もう30秒のロックです。それをですね、毎日繰り返し見てください。もったいねえ、時間。もったいねえよ、時間。というわけでですね、悩んで悩んで悩みまくりました。その結果、ついに、見つけましたよ。ハルコット、イン、鬼滅の刃。はい、こちらですね、ガチャガチャの商品となっております。ただですね、ガチャガチャね、探すのがめんどくさい。しかもですね、同じのが被ったら、意味ないよね。もう意味がわからないよね。はい、というわけでですね、全6種、コンプリートしたものをですね、メルカリで売っておりましたので、買いました。早速到着しましたので、開けていきたいと思います。はい、こちらです。あ、ありがとうございます。この度はご購入いただきましてありがとうございました。あ、しかも監督の推し身をつけたじゃないですか。ありがとうございます。一つですね、パッケージに入ってコンプリートされております。しかもですね、箱付きです。まあ、使わないんですけども、一応開けてみましょうか。ハグゴット in 鬼滅の刃、種類はこちらとなっております。炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、富岡さん、忍さん。はい、というわけでですね、6種です。今回ですね、こちらフルコンプさせていただきました。で、付け方はもう簡単です。もうパッと付ければいいだけ。メルカリで1480円なんで、まあ、1個246円、もうお得です。まあ、監督がですね、もう現実世界で人の名前を覚えることはめちゃくちゃ苦手です。自主映画っていうですね、フィルターがあればちゃんとね、記憶力が上がっていくんですけども、もうそれ以外の、まあ、人間関係がなかなかね、覚えられない。はい、というわけでですね、じゃあどうすればいいのかというと、記憶はですね、海馬というところに入れられます。そしてすぐ忘れ去られます。で、ちゃんと長期的な保存場所の側頭葉に入ることによって、記憶がですね、長期的に引き出すことができるというですね、脳科学があります。うんちくです。というわけでですね、まあ、好きなものだったら覚えられる。監督、今鬼滅の刃が大好きなので、例えばね、炭治郎は iPhone 用のあの端子みたいな感じで覚えてれば、こっち iPhone 入れよ、炭治郎開いた、はいみたいな、タイムロスをなくしてすぐ充電することができます。ハグコット考えた人、ありがとうございます。炭治郎、よいしょ。はい、最初ですね、つけるのはちょっと手こずりますが、これつけばもう OK ですね。モンキー、お猿さんの炭治郎です。もうこれね、パッて見たらもう、はい、 iPhone 充電器ってね。善逸、伊之助、はい、あ、かぶり物もちゃんとついておりますね。禰豆子、最近禰豆子めっちゃいいなって思うんですよね。富岡義勇、忍さんです。蝶々大きいですね。これですね、手と足で挟むっていう感じですね。禰豆子硬いんですけど。ちょっと猪之助、今回これ今ですね、全部つけたんですけども、例えば炭治郎以外を外します。禰豆子足買った。炭治郎と iPhone ってね、もうすぐ覚えれるからさ、この緑の頭っていうね、覚えておけばね、もう炭治郎って覚えておけば、もうすぐこれは iPhone 講座だってわかるんですよ。ハグコットの由来なんですけども、そのままです。コードを可愛くハグするケーブルマスコット、略してハグコットという商品となっております。で、今回ですね、監督大好きな鬼滅の刃なんですけども、他にもですね、人気商品ならこちら、呪術廻戦、ちいかわ、可愛いやつ、5等分の花嫁、あ、違う、こっちの可愛い方、ディズニー、
サンリオ、ピクサー。あ、違う。リアルな方ね。ズーコット、スイコット。あ、身近でリアルな方ね。ニャンコット、ワンコット。コードの鳥さん。実際にこれね、試してみたら、それぞれですね、ポージングによってはですね、コードをガッチッとね、押さえてくれるキャラクターもいれば、結構緩いなっていうキャラもいるんですよね。まあでもその辺はね、一回まず開くときにギュッてやって、あとは、って押さえ込めば、ちゃんとね、コードをホールドしてくれると思います。はい、そんなわけでですね、今回はコードが見つからない時につけることで瞬時に時短ができるアイテム紹介させていただきました。今回紹介した商品に関しては概要欄に貼っておきますので、興味がある方ぜひ見てください。またですね、ガチャポンコーナー行くとこのハグコットが売ってるかもしれません。はい、ということでこのチャンネルではですね、自分が好きなもの、商品を紹介しております。コメントもですね、気軽にしていただければ嬉しいです。マジで充電端子が、まず探すのが、コンプリート食品。はい、はい、続きまして、アウチ、コードをですね、飾る。でん、あっと待って、猪之助。